世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。山川智嗣が見せる新しいムーブメント、無限に広がるフレッシュな世界。新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイスです。愛は食卓にある。キユーピーの提供でお送りします。フレッシュフェイスズ in the case of 友継山川。ベッド&クラフトは B はない、やる朝食はないけどクラフトはあるよとC はあるよと。富山県南砺市稲美地区、ここは250年前から稲美彫刻が盛んな地域。家の中にもその装飾があしらわれている。宿泊施設とその地元に昔から脈々とある稲美彫刻という伝統工芸をこう掛け合わせることによって、より魅力的な施設を作れるのではないかなと思って。建築家の山川が始めたのは、この地区で増えてきた空き家を宿泊施設として再利用すること。しかも現役の職人が木彫刻を教えてくれる体験付きだ。ベッド&クラフトの主役っていうのはやっぱ職人さんだと僕は思っていて、ここに泊まることのきっかけによって職人さんと出会うと、彼らの仕事を見ていただくことによって、あ、この人の作品欲しいっていうふうに思ってもらえるようないい流れができればいいな。利用者の7割は外国人客。海外クリエイターの間で口コミで広がり、この地を目指してくるようになった。We would tell all of our friends that they should come and they should study with you. Yeah, that was really special. Yeah, thank you so much. 新しいこと、変わらないセオリー。外国人宿泊客の急増を受け、山川はオリジナルアプリを作成。店の訪問や人との触れ合いにより、町全体の観光活性化に一役買っている。歴史もあるし文化もあって、それを聞きながら歩けるっていうのがすごく嬉しいっていうふうには言ってもらいましたね。お店の方も少しずつ慣れていただいて、接客もしていただけたりしているので、海外の方にも満足感を得ているのかなっていうふうには思います。フレッシュフェイスズ、その先は稲美モデルではないですけど、それをいろんな地域にもっともっとこう地方活性化として活用できるようなことをお手伝いしていけてればなっていうふうには思ってます。愛は食卓にある。キユーピーの提供でお送りしました。